はい、ワッツアップこんばんは、ノリチューブです。今日はちょっと、レッスンの補足というか、まあ、そんな感じなんですけども、まあ、トラディショナルな要素とコンテンポラリーな要素、まあ、ジャズを大きくめちゃくちゃ乱暴に2つに、分けると、まあ、そういう風になると思うんですけども、で自分が、生徒さんをレッスンしてきて、まあ、今までですね、その今までの経験で、まあ、感じることなんですけどもね、まあ、コンテンポラリー好きの、まあ、生徒さんで、まあ、そっちの方の、なんていうんですか、興味が強いんですけども、やっぱり最初トラディショナルなスタイル、まあ、基礎的なスタイル、ベーシックなものを先にやった方が、まあ、上達が早いですよっていう話ですね。まあ、自分の意見ですけども、まあ、そう言われたからそれができるかどうかっていうのは分かんないんですけども、まあ、そういうふうに思います。で自分の経験でいうと、まあ、アメリカで教えてた生徒さんとか、まあ、アメリカ人、まあ、白人とか黒人とか、まあ、人種はどうなのかね、どうでもいいかもしれないですけども、でヒスパニックとか、あと日本の人、日本人、韓国の人とかも、経験ありますけども、で感じたのが、特に、まあ、日本と、韓国の人に共通するっていうか、まあ、これも本当独断と偏見ですよ、自分が勝手にそう感じただけで、まあ、一括りにするなっていう意見もごもっともですけども、まあ、ただ自分がたまたまかもしれないですけども感じたことは、その日本とか韓国の人とかは結構コンテンポラリーなスタイルの興味が強い、もう最初からっていうか、その、まあ、学生、まあ、そのジャズの大学の生徒だったり、まあ、初めてそんなに経験なくてもそういう人が多くて、例えば、まあ、ブラッド・メルドみたいなスタイルとか、まあ、変拍子とかね、そういうのに憧れて、まあ、ニュースクールとかも、まあ、自分も行ってた友達、仲間とか周りにもそういう人いたし、あとクイーンズカレッジとかね、リサイタルとかも見に行ったりとか遊びに行ったりしたこともあって、そういう、まあ、彼女たちの演奏も見たことあるんですけども、なんかやっぱそういう傾向が強くて、まあ、逆にだからウィントン・ケリーとかレッド・ガーランドみたいなスタイル、まあそのもののスタイルっていうのもあるんだけど、まあ大まかにそういう人はやっぱ少ないですよね、めちゃくちゃ少なくて、上手い人っていうのはもうすでにそういうのを消化してて、まあ自分のスタイルみたいなやってる優秀なそういう生徒とかはいましたけども、うん、でそのまあ基礎があんまりちょっとやってないと思われるけども、そういうアドバンストなハーモニーとかリズムとかに執着っていうか、そっちばっかりの、まあ、人たちがいるんですけども、それはなぜかって自分なりにね思ったんですけども、感じたんですけどもね、まあ、もちろん本当にただ純粋にそれは好きでやってるのかもしれないし、あともう一つはやっぱり、まあ、ニューヨークで、まあ、すごい若くて優秀な生徒とかもいっぱいいるから、そのなんとか自分の能力を示さなきゃっていう、そういう意識も強い人も多かったんじゃないかなと思うんですよね。でベーシックなもの、すごいベーシックというか古いスタイル、単純ですよね、シンプルだから、まあ、そういうものですごくいい演奏する、格好よく演奏するって難しいと思うんですね。時間もすごくかかるし、でそれですごく上手くなったとしても、まあ極端な話、じゃあウィントン・ケリーみたいな、レッド・ガーランドみたいでも、その彼らほどそれ極めてるわけでもない、ふーんっていう感じになっちゃうかもしれないってね感じるのか、まあ、いわゆる派手さとか真新しさがなくて、うん、でまあ、自分の個性もないスタイルもないってことになってしまうので、まあ、それだったら、まあ、そこで時間かけるより、まあ、例えばハーモニーとかだったらちょっと覚えればすぐ弾けるかもしれないし、フレーズもでリズムを変拍子とかやるだけで、おお、なんか複雑な難しいリズムにできてすごいねってもしかしたら言わせられるのかもしれない、そういうふうに思うのかもしれないし、だから
まあ、変な言い方だけど手っ取り早くなんかすごく見せられるのはどっちかというとそういうアドバンストなものを、表面的にアドバンストなものをやった方が即席でなんか格好つけられるっていうのもあるのかなと感じました。で、まあそうですよね、普通に喋るのもすごいボキャブラリー難しい、あの熟語とかことわざみたいなの並べてやるのと、まあ普通の小学生みたいな言葉でものすごいなんか深みを出すっていうか感動させるようなスピーチするって、そっちの方がある意味難しいと思うので、まあでそういう感じなのかなと思いました。でじゃあベーシックなものを先にやっちゃった方がいいよ、やっちゃった方がって変な言い方ですけども、分かりました、じゃあそっちを先にやりますっつっても、まあ、好きにならないと、本当に好きにならないとやっぱりなかなか吸収って難しいですよね。じゃあ本当はコンテンポラリーな、もっとすごい発展的なアドバンストなやりたいけどしょうがないから上手くなるために先にそれシンプルなのやるわっていうんだとなかなか難しい、吸収できないと思うんで、まあそういう人、自分を騙してそういうスタイル、まず好きになる、まあ、それでできるかどうか分かんないですけどもね、でも好きになれるんだったらやっぱり好きになって、まあ、好きにならないとやっぱり後々やっぱりジャズとしては難しくなると思いますし、まあ、自分も、まあ、自分レベルでもやっぱりあのベーシックなもの、シンプルなもの、古いものの良さっていうのは昔より今のがあの凄みとかはたくさん感じれるし、まあ、あわよくばこれ死ぬまでずっとそれがでかくなってってくれればいいなって思いますよね。で、まあそういう人が、まあ、そういうセンスがあるっていうのはすごいですよね。その発展的な、ちょっとまあ表面的に難しいわけですよね。イージーリスニングジャズじゃないオスカー・ピーターソンとかはやっぱり理解しやすい凄さが分かる人いっぱいいるけども、まあ、ちょっとブラッド・メルドとか元ロバート・グラスパーとかは分かんないですけど、そうなってくるとまず聞いても何やってるか分かんないから、やっぱそれを惹かれるっていうこと自体はね、もしかしたらセンスがあるのかもしれないんですけども、でもそういうものをセンス、コンテンポラリーなセンスは今ちょっと置いといて、ベーシックなものやってもなくなってしまう、忘れちゃってなくなっちゃうってことはないと思うので、と思います。まあでもまあそれぐらい好きで、まあね、今ちょっと置いといてっつっても、まあダメと言われても本当に好きだったらやってしまうのかもしれないですけどね。まあダメよとか嫌よ嫌よも好きのうちとか、まあそんな言葉もあるかもしれないですけども。でじゃあベーシックなものどれぐらいやればいいんですかってなったら、まあそれこそやっぱり一生もの、一生かかっても別にそれははい終わりましたっていうこともないのかもしれないですよね。かといってじゃあ一生それだけやるのかっつったら、まあ歴史資料館みたいな演奏を、まあ、目指すわけでもないでしょうし、まあそういうね古いものだけを追求する憧れて、そういうのも、まあ、ジャズのマインドには反してしまうかもしれないです。まあ、そういう古いスタイルを確立した人っていうのは、まあ、なんかクリエイティブにやってきて、その結果今から見て古いっていうかね、古いスタイル、昔のスタイルっていう言われるだけの話なんで、そういうつもりでやったら、まあ、ジャズにならないかもしれないし、まあ、かといってね、そういうのをあまりにおざなりにして、まあオリジナル曲とかばっかり作ってやったりとか、だから変拍子ばっかりとかやっても、じゃあそれはジャズになるのか、まあ永遠にジャズにならないかもしれないし、難しいところですよね。やっぱり日本でもそういうオリジナルとかばっかりやる人も多いと思うんですけども、まあアメリカとかだとやっぱりそういうある程度一人前になる前に、そのすごい経験のあり、キャリアのあるミュージシャンのバンドで、まあ、嫌というほど多分スタンダードとかやって、しかもあれですよ、今日この曲やって譜面見ながらじゃなくて、まあ、その場で本当コールされて、で分かんないけどやって、それで曲を覚えてとか、まあ、そういう風に叩き上げてやったりして、自分のバンドとかやってオリジナルとか曲やると、それですごいクリエイティブな、まあ、自分のスタイルを作ったり、
っていうことだと思うんで、まあ日本だとやっぱりそういう場がなくて、勉強の場がなくて、いきなりまあ若くして天才少年とかってなっちゃうと、それこそそれでオリジナル曲作ったりとか、まあ、自分のスタイルっていうのを無理やり作って、まあ、リーダーとしてやったりすると、もちろんそういう、まあ、ジャズになる過程っていうのも過程で鍛えてもらうことはできないんで、まあ、そういうところは本当難しいですよね。だから才能がある人が、まあ、本場ではそういう叩き上げられて、まあ、ジャズになっていくっていう感じだと思うんで、機会がないと本当難しいんじゃないかなとは思います。まあその、まあ、要はその答えが出ないんですけどね。じゃあどれぐらい基礎がやればいいんですかと、十分でしょうか。じゃあ基礎だけずっと一生やりますかって言ってもそうなのか分かんないですけど、という感じですね。だからその正解はなくて、まあ、自分自身でそのバランスっていうのは考えたい人は考えるのかもしれないし、まあ、好きなことやろうっていうだけでも、そういうのもそれでやるしかないのかもしれないんですけども、まあ、ただ自分の一応意見っていうか、その生徒さんたちに対するアドバイスとしては、やっぱそのシンプルでベーシックなトラディショナルなスタイルを、まあ、ある程度ちょっと興味持って好きになって、まあ、ある期間は のめり込んだ方が、まあ、結果的にいいプレイヤーになれる、ジャズのいいプレイヤーにはそっちの方が近道なのかなと思います。はい、今日はですね、まあ、ちょっとトラディショナルなものを、先に頑張った方が、うん、まず頑張った方が近道かなっていうお話でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。